ガチゴン毎日くん、あれ今日は人数多いんじゃないですか。そうですね。どうしちゃったんですか、これは。今日はスターメンバーが勢ぞろい。スターメンバー、はい。弟子1と、はい、マイルボーイ。マイルボーイですね。で、マイル、そんな名前だったマイルレディーです。マイルレディー、はい、で、マイルマダム、はい、で、マイルシエ。マイルシエという感じですね。あ、じゃあいいんじゃない。フルメンバーです。フルメンバーです、はい。いい感じで、今日はなんかもしかして秘密の会議ですか。どうでした今日は、マリシエさん。お、どうですか。すごい興味深かったです。おー、なるほど。どうですか、マリシエさん。これはやばいですね。完全に日本が二極化しましたね。あ、今日のセミナーで。ということは、マイルボーイはアッパーの方に入ったってことですね。マイルジェントルマンになれるよ。マイルジェントルマン。いいね。おー、いいね。やっと来た、大阪魂。ちょっとエンジンかかるんですけど。やっと来たね、大阪魂やってきた。どうでした、マイルジェントルマン。いや、ちょっと自分があまりにも無知だっていうことを今日自覚したので、明日はちょっと固いコメントですけど、まずは、日々のニュースから少しずつ意識して勉強していかないと、ちょっと将来、まずいことになるなと。そうだね、ニュースのこの裏側を教えてくれる人いないし、コントロールすることばっかだからね、ニュースとかね、もうそれも嫌になっちゃうもんね、思ってですね。マイルマダムどうでした？私も今まであんまり意識しなかったことが今日も出てたんで、これから自分が何を、まず何をしていけばいいかっていうのがすごい明確になった。どうですか、弟子一応。今日は自分年金セミナーっていうセミナーだったんですけど、要するにその年金制度に頼らないで、まあ、というかこれからおそらく食っていけないだろうということで、塾長がじゃあどうやって作れるのかって教えてくれるセミナーだったんですけど、まあすごかったというか、長生きできそうだなっていうのはなるほど思いました。なるほど、はい、もう少し気の利いたコメントもう少しこうなんかこう切り込んでないですかね。もう少し切り込んでいくと、はい、いや、とりあえずやっぱ老後ダイヤモンドリタイアメントというか、そのどうしても日本人の生き方的に老後は節制してせこせこ生きていかない。なんか噛んだよねそうですねっていうことはやっぱり言いたいのは、はい、働かない働き方で、そういうことですね。そうだね。で、それをの本を買って、はい、でポケビジを買うと。そういうことだね。なるほど。いいね、いいね、いいね。なるほど。そういうなんか本が出たらしいもんね。デジデジイチなんか本も出したんですか。そうですね。最近出させていただきました。なんか売れてるみたいだね。そうですね。まずまず。それはまあどういうこと。それはやっぱ今の日本人が。まあ、塾長の今日のセミナーではないですけど、停滞期というか、経済伸びてないのに、がむしゃらに働いても、効率上がらないだろうということで、もうちょっとそのインプット増やした方がいいんじゃないかなっていう提案で、ね、でじゃあ今日なんかかなりインプットしたんじゃない。そうですね、はい。おお、いいね。今日またアウトプットはどうするんですか。それは今回 の, その仕事してる人たちですか。そうですね。仕事してる人たちはもうちょっといいインプット入れないといいアウトプット出てこないんで。あ、そういうの。じゃあインプットをしっかりしろという。そういうことですね。じゃあガチンコマイル塾を聞いてインプットを上げろと。そういうことですね。おー、さすがですね、はい、塾長も前別のテーマで、もし塾長がお勤めの方で、その会社がこれから伸びないと分かっていたら何をしますかって僕塾長に聞いたら、塾長は1ヶ月海外に行くって言ってたんですよね。おお、いい加減なこと言ってますねいやでもその狭い見識になっちゃうって見えてこないからと思ったと思うんですけど、確かにそれは、ね、僕もそれ聞いてやっぱそうだなっていうふうに思ったんで、ちょっとまあ今回この今日さ、その自分たち の,、はい、いろんな僕たちの日本のさ、そうです、ね、明るい未来を作ったっていう話をいろいろしたと思うんだけど、はい、結構あれじゃマイル修行がかなり関わってくるでしょ。そうですね。まず英語だったり、はい、飛行機の乗り方だったり、うん、その行った場所の見方だとか、うん、もうほぼマイル修行だよね。そうですね。だからマイル修行でそのなんていうの、国内があってやるのもいいんだけど、僕は何度も言ってるように海外出て、うん、修行しながら、得れるものって相当あるので、うん、で海外行って富豪の人たちってファーストクラスとかビジネスクラス乗ってバン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 行くんだけど、はい、みんなそうやって儲かってるんだよ、うん、実は、うんね、いろんなとこ見て見識広げて、でお金の問題だったり、はい、ビジネスの問題をいろんなアイデアを取りながら、うん、それでみんな生きてるんですよ、うん、生きてるまだ儲かってるんですよ、はい、それの波にみんなに乗ってもらいたいので、ただただマイル下馬になってあれだけ集めるぞみたいな、うん、裏技教えろみたいな、うん、そういうのもいいんだけど、はい、まあ、そういうのも当然持ってますけど、はい、まあどっちかっていうとあなたの生活とかライフをね、うん、プラスに持っていってもらえて、大きくプラスに持っていってもらえたらっていう。なるほど。
で今日はどういうあのタイトルでしょう。今日はちょっとマイル座談会という感じなんで、あの基本的にはテーマはないんですけれども、うん、あのまあ、ちょっと今日皆さん集まっていただいているので、うん、何かもし塾長に今更じゃないですけども聞きたいこととか、まあ、今日 Q&A 方式で、そうですね、おお、そうですか、分かりました、ありましたら何かあのいただきたいんですけど、はい、いかがでしょうか。あ、ちょっとマイルマダムさん、また来た。あ、いいじゃん。塾長が海外に行った時に、うん、その国の経済を見る時は、うん、どの部分を見てこの国は今こういう状態なんだなっていう判断するんです。国に関してはもう空港で大体わかるよね、うん、空港から出るあの飛行車の波だとか街並みで大体行く時のホテルまでタクシーの波で、うん、大体それは国に関してつかめるんだけど、個々の例えばさっき言った銘柄、個々の会社とかっていうのはあのその会社に実際あの行かないとわかんないです、これだけは、うん、あの面白いんだよね。死んでる会社とかあの指標一切見ずにこれから死んでいくだろう、もしくはもう株価も相当ダメでぐちゃぐちゃの会社っていうのはあるんだけど、指標を見ずに行けばすぐ分かるから、もう死んでる、アメリカなんかどうですか、うん、僕シリコンバレーもあの時々行くんだけど、まあある Y っていう会社だと行くと、あもう死ぬなと、うん、まずなんでかっていうと、やっぱ社員全体のモチベーションが落ちるんだね。自分の会社がダメだってダメだって言われるし、情報が入るし、で、あもう周りの人たちはいいじゃんあんたの会社とか言ってるんだけど、全然売り上げ上がってないし、もう数字もしっかりないみたいな、そういうのいっぱいあるんだよ実は。そういうのはね、わーっと車の中の警備員さんがいて、わっと話して一発話してると警備員でもすぐ分かる、うん、うん、あもう沈んでるなって行くと本当に分かるから、これは、口ばっかじゃないの違う、修行したついでに行ってちょうだい、うん、ああ塾長の言ってるのってこういうことなんだ、警備員さんの目にいるだけで分かるじゃんみたいな、うん、あのそこにいる案内の人 の目にいても分かるんですけど、なんでかっていうと案内係の人たちっていうのは堂々とできないのよ、うちの会社頑張ってますよと、これからも行く会社ですよと、あなたは案内しますって目してるから、ところがあの上司が何かやってるとか不意してるとか、それからもう会社 の売上が上がって、実は上がってるように見えるけど数字マジックで全然利益なんか上がってないし、自分たちの給料とか全然上がってないし、消費対象とかいろんな悪い話が出てくると、もう目が死んでも、うん、うちの会社見てるっていうふうになってない、うんうん、目で一発で分かります、うん、それはもう受付も警備もそうだし、中の人と話すれば一警備だし、そういうのはだからね、あの特に海外の、会社に行って見るときは、さっき会社の銘柄の話もしたじゃん、実際行ってみるのが違う、うんうん、その本社の前に行ってわって堂々と見てくださいって、なんだって言うと、いや僕この会社にの、株買おうと思って投資しようと思って海外から来たのに、いいねって言うと、うん、そう堂々としてればいいんですよ、うん、今度いいね、投資しながら、なんて修行しながらそういうのいいよね。そうですね、うん、でもみんなやらないでね、あの塾長に言われたとか言うとそこのある会社にわーっとみんな並んじゃうから、うん、隠れてって、うん、そんな感じでね。ありがとうございます。あとは何ですか。はい、はい、どうぞ。マイレディーカーですね。はい、あすいません、マイレディーカーが質問なんですけど、うん、はい、まあ、どうしてもその修行となると、まあ、なんとなくやっぱり PP 単価がいいような国に多く、まあ、行きがち、まあ、それが悪いわけではないと思うんですけれども、同じ国に何回も行ってよりその国のことを知っていくのか、それともいろんな国に、まあ、回数は少ないけどたくさん行った方がいいのか、もしくは、はい、あの群馬のスキーに行かずに帰ってくるかそういうことだよね。そういうことです。そういうことです。はい、すごい。違うんだ。まずいんだ。またぶっ込んじゃった。なるほど、なるほど。あのそういう方法は、あのね、実は一箇所に、一箇所 の例えば国があるじゃない。そこのスペシャリストになった方が実はいいのよ。だってやっぱ何回も行けば詳しくなるわけじゃん。さっき言ったように参入商品が上がるわけ。他の人たちがパッと来てパッと見て分かるのじゃない。っていう領域にニッチの方に入っていくの。狭いとこ。狭くて深掘りすれば、結構いろんな菌が落ちてるからね。そしたら何回も同じとこ行っていいんですよ。あ、ここはこうだったな、ここはこうだった、あ、最近こういうの立ち始めたんですよ、ここはどこの会社で建ててるのかなとか、あ、どういうところにこれ管理してるのかなとか、あ、すごい綺麗なビルとか、わかんない。1回目だとそれわかんないよね。だからいいんですよ、同じとこになって。じゃあ、でそこ好きになるじゃん。で、あ、僕私ここの国好きだから、僕私ここの国の何したいと。自分の好きな国で言ってるんだけど、
うん、全然問題ないです。そこの中で世界にゴールドなんかダイヤモンドがいっぱい落ちてるから、もうみんなその拾い方分かんないんだっけ。でいろんなそこの国の人たちも落ちてるのに拾えないんで分かんないから、みんな目の前素通りするわけ、うん、赤いパンツじゃないけど目の前目の前どんどん素通りしていくわけ、赤いパンツが、うん、そうそうそう赤いパンツを相撲取りになるんです素通りしていくから、その素通りせずにパッと掴む、よく誰かが言ってたよね、このなんか天使 の髪の毛は前髪しかない、あそう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 、もう掴むか掴まないかっていうのはもうそれこれのことなんだよ、うん、やっぱりチャンスを待てっていうのはそういうふうに言ってるのに、そうじゃなくて僕は勉強して待てっていうの、勉強しないと分かんないから、気づきをしっかり得ろと、でそうした時点でその情報が一気に入ってくるから、でその入ってきた時に勉強になってくるから、まず気づきを取った方がいいかもしれないね。そうするとね、一回いろんなもの新しいもの行ってみて、おっと思って、そうするとそれが気になるから、それは非常に大事なことだよね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問、シエさんとゴイさんなんかありますか？敵に道折りされても来られてもいいですけど、ジェントルマン、あ、まあ、今マイル経済学みたいな感じになってますけど、経済学のやっぱ話はいいんですかね、マイル経済、脱線しても全然大丈夫ですよ。いや、塾長のスーツの色とかはネクタイの色とかはなぜこの色を選んでるのかなとか、あ、これはもう何回も言ってるけど ANA のカラーみたいな、ブルー、その、今株を買うこととかお金を払うこと、その企業を応援する投票をすることにつながるっていうのもあると思うんですよね、うん、その中で塾長がお金を払う対象のもの、例えばお水だったら別にある意味何でもいいわけじゃない、うん、ビアンだろうが、アルプスの水とかでも、そこは塾長もお金を払うときにこの企業に投資するか買うとか、そういうところも選んでお金を、それ早いんだよね、早いって何て言うの、あとね15年かかる日本人そのうん、実はね、何を言ってるかというと、例えば今日本人がね、まあ、よく今言われてフェアトレードを聞くと思うんだけど、はい、水飲む時にこの会社はこういう風な社会貢献してるから私この会社の水買うよっていうのは、まあ日本人言えないやっぱね、この会社は奴隷を使いながら搾取してコーヒー作ってるから、はい、僕この会社のコーヒー飲まないとか、うん、ちょっと日本人まだそこまで早いんだよ、だこれ実はあと数年、まあ、あと10年ぐらいかかるかな、もっと先に来るんで、うん、まだそういうとこじゃないんだけど、僕じゃあそこまでやれてるのかっていうと、うん、やっぱ気に入らないメーカーとかそういうのいろいろあるけど、はい、うん、そうだね、あんま意識はしてないね僕の方がね、だから意識するようになるはずだし、うん、まあ、日本にいることが多いからね、まあ、最近はね、うん、海外行ってもどうかな、うん、そこまで僕は行ってないのかな、うんうん、でもまあこれからそういう時代がやってくる、流れとしてはそっちです、そうそうそう、僕もそういうのを研究してますよ。例えば一番困るのがさ、海外で特にアメリカもそうなんだけど、一番流行っている T シャツってどういう T シャツですか？ブランドものがついた、うん、白い真っ白の T シャツにただプリントしてるやつでもう1万とかするんだよ、いやでもペラペラの紙で、はい、でも何かが印象されてるよね、シュプリームシュプリームのあれはしっかりしてるよね、 T シャツはね、どこの T シャツみたいな、ペラッペラなんだけど何かがペタッとついてね、それで激高というか、でみんなこ若いやつを見るさっき、あ、さあ答えは一緒に教えてもらったら、やめてそれ言うのあ、それそれそれ、シャークです、あれ、あ、シャーク、あ、違います、あれは違う、シャークは違う、あれじゃないですか、あれじゃないですか、うん、T シャツなんだよ、あ、T シャツですか、うん、シャークのあれじゃないですか、うん、あれフォー、はい、あれは全然、あ、同じとこじゃないんですよ、NASA とかですか、お、いいね、なんか近いんだけど、クジラの、スタンプ、クジラのマーク書いてる、ピタッとプリントしたやつ、めちゃくちゃ高いの、ペラペラの、なんでかっていうと、その T シャツを1枚買うと、そのうちの半分とか、2500円とかがクジラを助けるだけに使われる、なるほど、っていうことは、みんな服を着たいんだけど何かに貢献してるっていうものを見せたい、それでいうものだから僕お金使ったんだよっていうところから、ね、
あのね、クジラのグッズってクジラの T シャツって調べてもない、まあ、教えたくないんだけどな、俺ちょっとクジラの T シャツ、クジラの T シャツ、クジラの T シャツ英語なんて言ったかな、僕ね、マイナスってなんとかディーニーとか言うね、バインヤード、ああ、それ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 、それ、いいね、これこれです、ね、バインヤード、ちょっとマークみたいな、どうやって、あ、これこれですか、あ、そうそうそう、これこれ、見て見せて、あんまりまだ日本じゃ見かけないですね、いや、着てるし、でも、めっちゃクールなの着てる、若い子みんなこれだし、そうですね、帽子が1万円ぐらいですか、そうでしょ、半端ない高いの、だからそのうちのおそらく7割ぐらいいっちゃってるんじゃない、3000円の帽子を7000円クジラ助けるんで、で問題はそれで日本がクジラ食うでしょ、取るでしょ、これだから今ちょうどだからもう政府も交渉してるけどもうダメだね、日本がクジラ取るのはもうやめた方がいい、もういい加減やめた方がいいね、うんうん、もうこんだけのあれになって日本だけ、うん、いやこれ切ったらめっちゃクールだよ日本で、うん、だって T シャツ欲しいんじゃないからね、 T シャツも着るんだけど、はい、貢献してるものにで欲しいわけだから、うんうん、ってことはもう分かるぞ、日本人もこれから貢献とかってしっかり目を向けるはずなの、うん、でも今全く向けてない、うん、だからそっちの方にさっきの進化の図じゃないけど行くわけだから、僕たちそっちの方になるべく近づいて、交代するような、うん、ちょっとこれ僕悪いけどさ、これ300万のネタなんだよ、そうですね、またなんか引き出されちゃった、誰引き出したの今の、ボーイですね、あ、ボーイか、やられちゃったのよ、もうネタつけちゃうよ僕、ディフュージョンネタつけた方がまた新しいことで面白くないはい、じゃあマイルシリアの、ちょっとあの戻るんですけれども、うん、そう金融のこととかを、まあ、最初はこうニュースですとか、うん、でこう学んでいく方がいいっていう風な感じだったんですけども、うん、あとはまあセミナーとか、うん、多分ネットとかで勉強すると思うんですけれども、うん、その勉強する場ですとか、うん、なるほど、は、うん、なんかどういう風にそういう指標とかね、どういう風に言ってるか、はい、これもあのその人が何も物を売ってないこと、うん、絶対これです、うん、例えばその人がなんとか通貨売ってたらもう絶対話聞かない、うん、その人がなんとか証券の人だったら絶対話聞かない、聞いてもいいけど 上の方に立って、あ、教えて教えてみたいな感じで、あ、いいねそれ買ってあげるよみたいな感じで言って絶対買わないいや誰かその人が売ってたら話は聞いてもいいけど絶対それだから買っちゃう、申し訳ないけど、でもそれはなんでかっていうと、もう売り込みだから、うん、リスクの方はほとんど説明しない、これしょうがない、その人が商品を持ってなければ OK、うん、じゃあ何なんですかって言うと、コンサルティング会社みたいなのになってくるんだけど、ほとんどそういうところに日本人アプローチできないです、うん、ないし、あっても高額で、日本ではそういうふうな金融リテラシー勉強しようって人いない、うん、ってなると自分で本読むんだけど、その本読む人のバックグラウンドちゃんと見る、うん、もし何か売ってたらまだ、うん、でもし何かそういうグーポチとか言ってたらそうだいや、グーポチは必ず登録してまあ、 あのそういう感じだね、そうするとほとんどいないんですよ、うん、実はいない、金融商品を売ってない人、僕売ってないんだ、だから僕って中立なのよ、ニュートラルで話せるわけ、うん、僕が売ってたら僕の話は絶対できない、うん、だからまあ僕の意図はそうかもしれない、何か商品があって売ってるわけじゃない、うん、ただ情報は一応あるということだから、うん、売り物、売りサイド、バイサイドに立たないってことです、うん、それ非常に大事なこと、バイサイドに立たないってことは買い手のサイドに立ってあげる、あ、これ買わない方がいいよとか、うん、これは情報的にいいから買った方がいいよとか、うん、今みたいにクジラの情報を教えてあげるとか、それできるわけだね、なるほど、まあ、これは僕の今の若い人たちとね、最後これから日本に貢献できるんじゃないかなと思って、うん、だ僕が言ってるその貢献サイドっていうのはさっきの話で、ぶった高い T シャツ、助けるため、うん、それがめっちゃ来る、なるほど、あ、また見せて、はい、はい、なんか質問ありますか、これ入れてる、T シャツ1万2000円ですよ、1万2000円、この1000円ですか、この
あのプリントティッシャツ1万2000円ですよ。これボーイさん似たようなの作ればいいね。え10万円かかるんですよね、日本で。10万円クジラつけませんかって言ってでもそれ1万2000円僕知らなかったね。7000円ぐらいだと思ってた。1万2000円それ何パーセントいくとか書いてない？1万2000円のうち何パーセントクジラ助けに行くんですか？8割ぐらいいっちゃう。だからこれで未来見えてるでしょ。これからのそういうのっていうのは貢献をして、もしくは人類の進化に貢献したり地球に貢献したり社会に貢献してなんぼ、うん、そういうのになってくる。その間の手数料は私にくださいみたいな、そういう形だよね、うん、でそういうところの会社の人間って目がキラキラした、うんうん、一生懸命貢献してやるような感じ、堂々と胸張るでしょ。今ちょっと日本の企業で胸張るとこない、うん、下向かないうちの会社なんか相当金集めてみたいな、うん、そういう時代だからね。そうじゃないもんね、やっぱね、うん、貢献してなんぼだもんね。書いてないですね。研究してみてそれ面白いですよそれ、うん、いやなんかやりそうね。売りそうですね。偽物を作って1万2000円いやこれ2000万出たらすごいよね。1万2000円で全部入るのでもやっぱほらそれの偽物を作るっていうのは本当になる人手なしになるじゃん、うん、いやだってクジラに貢献しようと思ってやってる人たちが売ってるものをもう売ってすぐ1万2000円で儲けたなって多分ね、もうなんか一般国民からバンバン叩かれる、人殺しみたいな扱いを受けるから多分やらないんだよ。多分僕たちも、うん、偽物作ろうかなってなるじゃん、うん、儲かるのは分かるけどちょっとやめるじゃん。だから人間ってそういういい部分だったんだよね、うん、貢献できようというか人間の本当の本質があるというか、うん、考えすぎじゃないですか。いやあの塾長バッグに戻らなくて大丈夫かなっていうの。バッグ、あ、塾長バッグであの荷物パッキングするって話してるんで、うんうん、あ、時間ですね。やべ一つ大丈夫かなと思ったんですけど、塾長はこれから海外に飛ばなきゃいけないの で、はい、みんなにちょっと少しでもね、いい話ができればね、はい、できたんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、じゃあ今日はこういう中でありがとうございました。はい、ありがとうございます。ガチンコーマイルジグShe's the only subject I could ever follow. So I'm concentrated, looking at her all the time. I deliberated, studied how to make her mine. She stimulated every corner of my mind. They say I got a deficit, but my attention's feeling fine. I'm concentrated, looking at her all the time.Day. This agitation went away. I'm on my knees, I gotta pray. The hurt black and my white make gray, hey.